はい、こんにちは、レトスノーマです。1月4日の3問に入っていきます。 A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾を得て A 所有の建物を持って弁済した。この建物に契約の内容に適合しない瑕疵があった場合、 B は A に責任を追及することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。代物弁済、これ代物弁済契約とも言うんですけども、これは売買契約のルールが使われます。つまり代物弁済した不動産に契約内容に適合しない瑕疵、つまりまあ欠陥ですよね、がある場合っていうのは、弁済者 A は責任を負うことになります。なので正しいということになります。まあこれはですね、それほど難しい内容ではありませんね。まあ昔は貸し担保責任と呼ばれていた内容なんですけれども、まあ法改正があって契約不適合責任って変わりましたね。でまあ今回のポイントで言えば、代物弁済も売買のルールが使われるよ、だから契約不適合責任の対象になるよっていうのがまあポイントの一つなんですけれども、まあ重要なところで言えば、この契約不適合責任がどういったものなのかというところですね。まあ、これちょっと解説してると長くなりますので、まあ、この点については個別指導の受講者さん、メルマガで解説させていただきますので、まあ、そちらご覧ください。で、まあ、独学の方ですよね。まあ、予備校通ってる方も、まあ、結局は独学でね、自分で調べていかないといけないことになるんですけれども、予備校の方も通信講座の方も、まあ、契約不適合責任がどういったものなのかっていうところをしっかり、勉強しておきましょう。そして問い2に入ります。宅建業者は宅地または建物の売買、または交換の媒介に関する広告をするときは、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない、丸か×かという問題です。答えは一般媒介、専任媒介、このあたりは明示しなくてもいいので、誤りですね。広告をする際、取引対応の別、これは売り主なのか媒介なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですね。で今回は売買の中の一般売買か専任売買なのか、いわゆる細かい内容ですよね、ここは記載しなくていいんですよ。だから誤りだということです。売買っていうことは広告に示さないといけないんですけれども、それよりも細かい一般売買なのか専任売買なのか、ここまでは明示する必要はないんですね。なので誤りになるということです。まあ、意外と盲点ではないかと思います。出題されたら間違えそうな引っ掛け問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。では、問い3に入ります。造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで自らその工事をする者を言う、丸か×かという問題です。これはもう丸ですね。造成主の定義です。定義。つまり、造成主ってどんな人なのっていうことですね。造成主っていうのは、一つ目が宅地造成に関する工事の請負契約の注文者、もしくは請負契約によらないで自らその工事をする者、まあどちらか一方に該当したらそれは造成主だということですね。個別指導の受講者さんについては、この1と2について具体例、受講者専用のメルマガの方に載せておきますので、この2つの具体例を頭に入れていただければと思います。で、受講者さん以外の方なんですけども、これイメージできていますでしょうか。これイメージできているかが重要なんですね。これまで理解学習をしてきた方であれば具体例言えるはずです。言えない方は丸暗記学習の方なんですね。これまで丸暗記学習をしてきた自覚がある方は理解学習に変える余地はあります。一方で理解学習をしてきたつもりの方ですね、このつもりの方っていうのが一番危険で、自分自身が理解学習を実践できていないってことに気づいてないんですよ。こういった方非常に多くて、実際今年の試験で理解学習してきた、でも落ちちゃったっていう方はもうこっちに当たりますね。理解学習していたら多少ミスをしても合格できる点数は取れるんですよ。例えば、まあ、35点が合格点だったとしたら、40点ぐらいの実力があって、多少ミスして37点で合格とかね。37点であれば42、3点は取れてたけども、もうちょっとミスをして40点で合格、39点で合格、まあ、こういった方なんですよ。理解学習してきた方っていうのはだいたい合格点プラス5点ぐらいは取れてるはずなんですね。で多少ミスして2、3点失点すると、まあ、いった感じで合格なんですよ。まあ、結局は理解していたら合格はできるんですね。一方で理解してきたつもりの方っていうのは、ミスをしたとしても、またミスをしなかったとしても合格点に入ってこれないんですよね。だからそういった方っていうのは理解してきたと思い込んじゃってるので勉強の仕方を変えないんですよ。そうすると次の試験も同じように落ちてしまうってことになっちゃうんですね。だからまずは気づくと、
理解学習できていないってことに気づくってことがまず重要なんですね。そうすれば理解学習に変えることができますので、まずは気づいてください。で、実際、じゃあ理解学習どうやってやったらいいのかわからないっていう方は、ぜひ個別指導ご検討ください。1月も始まったばかりなので、今年の合格も十分目指せます。どんどん受講することを伸ばしてしまうと、その分理解学習ができる期間が短くなっちゃいますので、もったいないんですね。また値上げもどんどんしていきますので、よりもったいないんですよ。なので、今年絶対合格したいっていう方は、ぜひ、個別指導ご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またこの動画終わった後に真ん中に動画のリンクも貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。